ヨーゼフ・フェルディナント・フォニエス・スター・ライヒ・トスカーナは、オーストリア・ハンガリー帝国の皇族、軍人。トスカーナ大抗国最後の大抗フェルディナンド4世が、オーストリアに亡命後の1872年に、パルマ皇女、アリツヤとの間に次男として生まれる。最後のオーストリア皇后・ツイタは、母方の10枚に当たる。ザルツブルクで生まれ育ち、テレジア士官学校を出てからは、 軍人の道を進んだ。1908年に父が亡くなると後続の地位を放棄していた兄、レオポルト・フェルディナントに代わってトスカーナ対抗家の課長となった。第一次世界大戦が勃発するとガリツヤ方面で第14軍団を指揮した。当初はロシア軍に対し優位に戦いを進めたが南方の第3軍が敗走すると オーストリア・ハンガリー軍も敗退が相次ぎ、ガリツヤ地方を放棄して後退を余儀なくされる。間もなくヨーゼフ・フェルディナントは第四軍の指揮を任命された。翌1915年、反撃に転じた独王軍はロシア軍を大幅に後退させ、第四軍はルーツク方面の前線まで出る。翌年には上級大将に昇進した。ここまでは、 前線も優位に安定しており順調だったが、ロシア軍は攻勢を開始し、第四軍は壊滅的被害を受ける。これにより、ヨーゼフ・フェルディナントは、第四軍の指揮官を解任された。その後、進行低下ある一世によって、後方支援の別の役職に割り当てられ、そのまま敗戦を迎えた。敗戦後、旧皇族はオーストリアへの入国を禁止されるが、ヨーゼフ・フェルディナントは、 ハプスブルク法を受諾することで、ウィーンに留まり、余生を過ごした。しかし、時代の流れは、ウィーンを巻き込み、1938年、ナチスドイツはオーストリアを併合した。フェルディナントは、ナチスの機関によって抑留され、ダッハウ強制収容所に監禁された。しかし間もなくヘルマンゲーリングの取りなしで釈放され、ウィーンに戻り1942年8月に70歳で、死去した。 弟のペーター・フェルディナントがハプスブルクトスカーナイエイエチョウを継いだ、ヨーゼフ・フェルディナント、ありがとうございます。